オバマが元安川対岸で説明を受けた世界遺産原爆ドーム。左から順に安倍、オバマ、岸田が原爆ドームを望むバラクオバマの広島訪問は2016年5月27日に44代目アメリカが州国大統領バラクオバマがアメリカによって原子爆弾を投下された広島を訪問し核兵器の廃絶を訴えた出来事について記す。 同国によって核兵器が投下された日本の都市へ現職のアメリカ合衆国大統領が訪問するのは初めてのことである。オバマは伊勢島サミット出席後の2016年5月27日内閣総理大臣の安倍晋三と共に広島県広島市中区の広島平和記念公園を訪問し、広島平和記念資料館を10分程度視察後、慰霊碑に喧嘩し、 17分にわたって核兵器のない世界に向けた所簡を述べた。オバマに続いて安倍も所簡を述べた後、オバマが被爆者代表を2名と対話したり法要を交わした。オバマは1時間ほど滞在した。オバマ大統領のプラハ演説アメリカ合衆国国務長官、ジョン・ケリー2008年、アメリカ合衆国大統領選挙でバラク・オバマが当選し、 2009年1月20日に大統領に就任した。オバマは2009年4月5日、欧州連合との初の首脳会議のために、チェコの首都であるプラハを訪れ、その際に演説を行い、アメリカは世界で唯一核兵器を使用したことのある核保有国として行動を起こす責任があるとし、核兵器のない世界の実現に向け牽引すると明言した。 この演説はオバマが同年のノーベル平和賞を受賞する要因の一つともなった。その後、2009年11月にオバマが大統領として初来日することが決定するが、その3ヶ月前の8月28日にアメリカのジョン・ルース駐日大使とヤブナカ32外務事務次官が会談を行い、その中でヤブナカがアメリカ合衆国大統領が広島を訪れるのは、 時期尚早であり、大騒ぎしない形での簡素な訪問にとどめれば、象徴的な意義はあるかもしれないと見解を述べた。この会談の様子を伝える、外交公電が在日アメリカ大使館によって作成され、アメリカ外交公電ウィキリークス流出事件によって2011年に一般に知られることとなった。2009年11月、オバマは大統領として初めて、 日本を訪問。大統領任期中に被爆地を訪問できれば光栄であると述べたが、この時は訪れることはなかった。2010年8月6日、広島平和記念式典にルースがアメリカの中日大使として初めて参加。2014年の平和記念式典にはルースの後任のキャロライン・ケネディが出席した。2015年4月17日にケネディは、 広島を再訪し、原爆慰霊碑に喧嘩を行っている。2015年夏、翌年の G7 外務大臣会合の開催地に広島が決定し、外務大臣の岸田文雄と外務事務次官の佐伯や北川、ケネディとの面談で、オバマらが広島を訪問した場合でも日本は、謝罪を求めない考えや、現職のアメリカ合衆国大統領が被爆地を訪問することは、 核廃絶を世界に強くアピールすることにつながるであろうという見解を伝えた。アメリカ合衆国大統領の広島訪問を実現させる上で日本による謝罪要求がアメリカ側の最大の懸念点であると認識していた日本側はまずこの点を払拭することに努めた。こうした経緯を経てケネリは本国に戻った際にオバマに 直接広島を訪問することの意義や日本国内の空気を説明した。2015年8月6日、ホワイトハウス報道官、ジョシーアーネストが、オバマの広島訪問について、将来の可能性を排除しないとしながらも、人気中の広島訪問について、慎重姿勢を表明。2016年3月30日、アメリカ合衆国国務次官、ローズ・ゴット・モーラーが、 読売新聞に対してホワイトハウスが伊勢島サミットに合わせたオバマの広島訪問を慎重に検討していることを明らかにした。3月31日、オバマはワシントン DC を訪れた安倍に対し日米関係がさらに良くなる努力をすることを考えて行きたいと表明した。2016年4月2日、岸田が G7 外務大臣会合において アメリカ国務長官のジョン・ケリーを含む各国の外務大臣が平和記念公園を訪れることを発表。4月11日、ケリーが広島平和記念公園を訪問し、広島平和記念資料館の展示内容は衝撃的で胸をえぐられるようだとコメントした。これが現職のアメリカ合衆国閣僚並びに国務長官として初の平和記念公園への訪問だった。 しかし、オバマの広島訪問の可能性については、実現を望みつつ可能性は不明とした。そしてアメリカ政府は、ケリーの広島訪問が、国内世論に与える影響を見極め、保守派よりのワシントンポスト、リベラルよりのニューヨークタイムズが両氏揃って、オバマの広島訪問を後押しする社説を掲載し、日本の侵略行為を批判する、保守派からもオバマが、 被爆者を慰霊すること自体には異論を唱えないなど、ホワイトハウスは、オバマの広島訪問が、世論の理解を得られると判断し、実現に向け動き出した。4月22日、官房長官の菅義偉は、記者会見で、日米両政府間で、オバマの広島訪問を調整しているという事実はなく、アメリカが決めるべきことであるとした。同時に、 世界の指導者が被爆の実情に触れることで核廃絶への機運が高まるとの認識も示した。しかし水面下では日米間でオバマ大統領訪問に向けた調整が進み、4月下旬にはほぼ訪問が固まった。安倍はオバマの訪問に同行することを望み、サミット議長記者会見の予定時間を若干繰り上げることを検討。 また当日の広島の日の入りが午後7時以降であることからオバマの訪問を夕方に遅らせることも決定した。5月10日、ホワイトハウスはオバマが伊勢島サミットに合わせ、安倍と共に広島を5月27日に訪問すると発表した。その場では核兵器のない世界の平和、安全保障のため継続的に深く関わっていくことを強調する一方、 原爆投下については謝罪しないことも発表された。日本政府もオバマの広島訪問を正式に発表し、5月11日に、勘はオバマの広島訪問は核廃絶のための国際的な機運を盛り上げる、極めて重要な歴史的機会であるとして歓迎の意向を表明した。中日アメリカ大使のケネディと日本外相の岸田。岸田は平和記念公演がある。 広島 X 選出の衆議院議員でもある。アメリカ政府日本政府、自治体関係者被爆者その他当初は、元アメリカ兵捕虜の退役軍人団体、全米パターンコレ非同ル防衛兵の会との対面や、元アメリカ兵捕虜の男性がオバマに同行することも、検討されていた。日本被団協の代表委員を務める谷口良、明も招待されたが入院のために欠席している。 対面者選定は、アメリカ側による、日米両国の関係者の対面により、和解のメッセージを発信したいとする意向であり、日本側の被爆者の面会の要望について、アメリカ政府が被爆者心情に配慮したためであると報じられた。広島四区選出の衆議院議員、中川敏直は、大韓航空2708便エンジン火災事故の影響で、 東京国際空港の滑走路が閉鎖し飛行機が欠航となったため、広島市を選挙区とする議員で唯一一連の式典に出席できなかった。この節において突起なき事項は下記いずれかの出典に基づく。時刻は日本標準時表記。広島平和記念資料館、オバマ大統領が追って持参した折り鶴の一は。オバマは安倍と岸田の同行のもと、 約5分にわたって、広島平和記念資料館の展示資料を見学した。オバマは、原爆のこの像のモデルである、佐々木貞子の折り鶴に関心を示し、特別にアクリルケースを外して間近で見学すると、自ら持参したお手製の折り鶴を披露して、被爆3世の吉島中3年、花岡開催後妃、中島小6年、矢野進厚子の小中学生2名に1話ずつ渡した。 その後、平山育夫の東壁画を見て、広島平和文化センターの小高層議理事長より、平山が被爆者であるとの説明を受けた。東壁画の前で、安倍総理と並んで、法名録に、私たちは戦争の苦しみを経験しました。共に、平和を広め核兵器のない世界を追求する勇気を持ちましょうと記すと、その上にも折り鶴庭を置いた。 オバマが折って持参した4羽の折り鶴は約10センチで花柄模様入りの和紙で折られている。この青色やピンクの4羽の折り鶴は訪問時に資料館へ寄贈されている。訪問翌日の28日には見たい、どこに展示してあるのかとの問い合わせが相次いだという。2017年1月にはオバマが折った別の折り鶴が長崎市に送られている。なお、 佐々木貞子の兄の佐々木正宏と日本への原爆投下を承認したアメリカ合衆国大統領であるハリー・エスト・ルーマンの孫のクリフトント・ルーマン・ダニュエルらはオバマの広島訪問に先立つ5月26日にカリフォルニア州の博物館に貞子の折り鶴を寄贈する記念式典に出席しロサンゼルス郊外の学校で平和を訴える講演をしている式典には200名ほどが参加し 佐々木正宏は、この折り鶴は貞子が命をかけておったものです。ここに、アンネの日記と一緒に置かれ、皆さんに将来に向けて何かを感じてもらえたら、貞子も喜ぶと思います、と挨拶をした。広島県、広島市、原爆資料館はそれぞれオバマに、広島ゆかりの記念品を送った。県は、竹原市出身の文化功労者の陶芸家、今井正幸の、 動画に彩り応変、荒金鶴花壺、氏は、三宅一斉デザインの腕時計と、紅葉柄の万年筆、原爆資料館は、被爆写真集、広島を世界にと被爆者が描いた、画集、原爆の絵広島を伝えるを送った。オバマと安倍が訪れて、共に所信を表明した広島平和記念公演5月10日に、ホワイトハウスから、原子爆弾投下に関する謝罪は行わないとし、 各兵器なき世界の平和、安全保障を求める継続的なコミットメントを強調するという声明が発表される。オバマは27日当日のスピーチ直前まで演説を練っていた。当初は数分程度の所管を予定していたが、遂行の過程で17分の演説となった。なお、ベンドーズ大統領副補佐官は自身のブログにオバマの 広島演説の手書き原稿の一部を公開した。演説の骨子は、第二次世界大戦及び、原子爆弾投下による犠牲者に、哀悼の意を示した上で平和を希求し、核兵器廃絶を訴えるというものであった。オバマはスピーチが上手なことで知られるが、この演説も巧みであり、冒頭部により、空から死が降ってきて、世界は変わったと、文学的な描写で、 広島への原爆投下を表現した。また、日本の被害的側面だけが強調されないように、戦争自体が多大な犠牲者を生むことを示し、原爆犠牲者についても、日本国民のみならず、朝鮮半島出身者や被爆アメリカ兵捕虜にも言及している。原爆の投下正当性や謝罪等への言及は、巧妙に避けられている。プラハ演説でも見られるように、オバマは、 核兵器廃絶を施行しており、具体的な政策は提示しなかったが、本演説でも核兵器の恐怖を示し、改めて核兵器廃絶に触れている。安倍はオバマの後に演説を行い、同様に核兵器廃絶に向けての意思を示している。演説の骨子は、原爆犠牲者への哀悼の意に加えて、第二次世界大戦後に両国の和解に尽力した。 日米両国の国民に謝意を示し、その結果、日米同盟が進化してきている都市、オバマが被爆地の広島を訪問したことに感謝し、核兵器廃絶と世界平和へ尽力するというものであった。原爆死没者慰霊碑前に喧嘩をした、オバマ大統領と固く握手を交わす、安倍首相オバマは、原爆死没者慰霊碑前に喧嘩をし、演説を終えると2名の被爆者のもとへ行き、 握手をしながら通訳を交えて会話した。日本原水爆被害者団体協議会代表委員の坪井忠氏はオバマに大統領退任後も広島に来てください。核兵器のない世界に向けてあなたと共に頑張ろうと思うと訴えた。自らも被爆者で被爆したアメリカ兵捕虜の研究をしている森重明は広島に来られて本当に良かったとオバマの訪問を歓迎し、 熱い包要を交わした。オバマと森の包要写真はロイターから配信され、日米の多くの紙面のトップを飾った。27日の対面後に、広島市内で行われた記者会見にて、被団協代表委員の坪井はオバマに、原爆投下について、米国を責めていないし、憎んでもいないと伝えた。これからが大事だ。時事広島に来てと言ったら、握手が強くなった。 一歩として評価したいと述べている。日本安倍は伊勢島サミット議長を務めた後の5月27日の午後に三重県島市内で記者会見し、オバマと共に広島を訪問することについて被爆の実相を世界に発信することは核兵器なき世界の実現へ大きな力となるという見解を表明している。民進党代表の岡田克也は非常に良かった。 科学というのは核兵器のためではなく平和のために使われなくてはいけないと言われたことは非常にオバマ氏らしいと述べている。広島県知事の湯崎彦は現職大統領の初訪問とスピーチに関し歴史的な一歩と評価している。中国王旗外相は広島は注目に値するが南京はもっと忘れてはならないと主張。 中国人民解放軍征服組トップの反潮流、中央軍事委員会副主席は日本軍が残した化学兵器の廃棄処理施設を視察したと発表。日本は先の大戦で大量破壊兵器を使用した加害国だ。日本は加害国として責任を免れることはできないといった意見が聞かれた。日本、朝日新聞は天聖人語で米国が世界が核を見つめ直す。 道のりの大きな一歩になると信じたいとし、戦争の記憶を語り継ぐことは容易ではないが、決して不可能ではないと報じている。読売新聞は、上智大学教授の前島和弘による寄稿において、オバマ大統領の所感は今、そして未来に生きる人たちへのメッセージとなった。今回の広島訪問は、オバマ大統領の政治的遺産の中でも最も大きなものの一つとして、 歴史に残るものになるだろう。と報じている。毎日新聞は、今回の訪問で広島は、核廃絶運動の拠点としての存在感を高めたが、核廃絶の理想と現実にはなお大きな隔たりがある。と報じている。産経新聞はオバマが、自ら被爆地に足を運び、喧嘩したことで、日米関係を戦争の痛手から、強固な同盟に変えたことを、 任期中に行った外交遺産になり、日本を米中共通の敵とする江沢民元中国国家主席の外交遺産を打ち砕く一撃と評価している。江主席により、日本を戦争犯罪で叩き続けろという指示による中国の外交遺産とは異なり、米国は叩きのめした相手国に詫びることはしないし、日本も謝罪を求めるような品位のないことはしない。都市。 日米同盟が一段と強化されたと報じている。ニュースウィーク日本版はオバマの広島訪問と平和メッセージに関してアメリカのテレビ、新聞はともに予想以上に好意的に報じたとし、現在でも原爆投下の肯定論が根強い米世論を考えれば慎重にタイミングを図ってきた今回の訪問は結果として成功率に進んだと言えるだろうと報じている。 演説中継は、ローカル枠を休止し、NHK、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、富士テレビ各局の全国ネットで放送され、普段は、報道特別番組を放送しないテレビ東京も、特捜警察ジャンポリスと、妖怪ウォッチを休止して、中継を行う異例の事態となり、インターネット上で話題となった。アメリカ・アメリカの主要局は、 現地時間の4時台ではあったが、生中継で、オバマの訪問を、広島到着から、喧嘩、演説に至るまでのすべてを衛星中継した。喧嘩の際には、CNN は、オバマ氏の和解の印とテロップを画面に表示させた。安倍の言葉は、全局では中継されることはなく、最も長く伝えた MSNBC も途中で、スタジオ解説へと切り替わった。保守系の FOX ニュースは、 トルーマンの命令について謝罪せずと表現し、式典終了前に話題を変えた。アメリカの新聞社はトップニュースとして報道し、多くは謝罪はなかったと評価したが、27日付、ニューヨークポストで、ブッシュ政権で国連大使を務めたジョン・ボルトンの寄稿を掲載し、オバマ氏のはずべき謝罪ツアーが広島に到着したとの見出しで報じている。 アメリカ市ニューヨークタイムズはオバマの演説後に被爆者と抱擁し合ったことを心揺さぶられる瞬間と表現しオバマと安倍が喧嘩後に交わした握手は日米の特別な同盟関係を明確に示すものだと報じたアメリカ市ウォールストリートジャーナルは謝罪との受け止めを避けたいオバマ氏は被爆者と私的な場で会わず公衆の場での短時間の会話に止めたとし 原爆資料館訪問も簡単なものだったと報じた。アメリカ紙、ワシントンポストはオバマは核軍縮と不拡散に向けた米国の決意を改めて示すことが狙いであったと報じた。アメリカ紙、USA Today はオバマのオリズルのエピソードについて象徴的な振る舞いとし、サダコさんのオリズルは核戦争の通説さの重要な象徴と報じている。朝4時代の出来事であり、 当日の新聞には間に合わないため、紙面での報道は翌日の土曜日週末版での扱いとなった。オバマの訪問のニュースは一斉に各紙のトップページを飾り、ニューヨークタイムズはオバマ大統領と安倍首相の握手の写真を掲載し、星系のウォールストリートジャーナルはオバマと森の包容シーンの大きなカラー写真がトップを飾った。イギリスイギリスの BBC は 貞だこと、折り鶴と題する記事を掲載し、折り鶴の折り方を説明する動画を紹介して、今、折り鶴は平和の象徴と報じている。韓国書館で、韓国人犠牲者について言及こそしたものの、韓国人被爆者を誰一人平和公園内に、招待せず、原爆慰霊碑から150メートルほどの距離にある、韓国人慰霊碑には、訪れもしなかった。さらには、 韓国人死者を数千人と書簡で述べたことについて、韓国メディアは、オバマの錯覚と問題視し、失望の声が上がった。東亜日報は、日本の戦争被害国イメージを政治的に利用しようとする安倍政権に免罪符を与えたのに他ならないと批判。朝鮮日報は、オバマと坪井正との包容シーンを紹介し、将来的に安倍首相が韓国を訪れ、 元ヤンフと会うことはできないだろうか、とコラムに寄せた。北朝鮮、朝鮮中央通信は、アメリカに対して、広島訪問は、核犯罪者としてのアメリカの正体を覆い隠そうと、するもので、幼稚な政治的計算と非難。日本に対しては、先般者から被爆者に、化け、過去の侵略戦争を覆い隠す、外交演技だと報じた。日本オバマ訪問前に、 NHK が広島県内の被爆者321人にアンケートを郵送し72%の231人から回答を得た結果によると9割を超える人がオバマの広島訪問について評価できるどちらかといえば評価できると回答しておりどちらかといえば評価できないは6人で3%評価できないは2人で1%であった評価の理由は 被爆の実態を見ることに意義があるアメリカ国内で反対の世論がある中で訪問を決断したからというコメントが見られた共同通信社が2016年5月28から29日に行った広島訪問に関する全国電話世論調査では98.0%が良かったと回答し日本経済新聞とテレビ東京が5月27の29日に行った 電話世論調査では92%が評価すると回答している。中国新聞社が2016年6月に全国の日本被団協を構成する44団体と中国5県の被爆者団体77団体中71団体の協力を得たアンケートにおいて9割の被爆者団体が広島訪問を評価した。 広島市立大学広島平和研究所の副所長を務める水本和美は被爆者の期待の大きさについて被爆の現実を見て理解してもらい具体的なアクションにつなげてほしいという気持ちの現れとし謝罪を求める意見が少ないのは単純に忘れたとか許したのではなく魂に染みついた悲惨な体験だから本当は許せないがそれだけでは前に進めないと悩んだ挙句の結論 としている。妹を原爆で亡くし、自身も被爆直後の広島の惨状を目撃し、夢千代日記など、被爆者の人生を描いた作品で知られる作家の、早坂明は、具体的にどれだけの覚悟があるのか見せてほしい。原爆を投下した事実を過ちとして認めるべきだった、と指摘し、語り口はまるで詩人のようだが、原爆を天から降らせたのは、アメリカだ。 今や核を持つ国々が増えて静止することもできないが、現在の危機的な状況を作り出したのは誰なのか。それを率直に語りもせず、本当に広島に来るだけの覚悟があったのかと言いたいと批判した。また、姉を原爆で亡くしている張本伊佐は2016年5月29日放送分のサンデーモーニングで原爆投下を決して許すことはできない。 個人の問題だと断った上で、よかったね。ほっとしましたよ。個人的にはね、安倍ちゃんが総理でよかったね。ああ、この国を守ってくれるから、並んでいても遜色ないもんね。よかったと思いますよ、とオバマの訪問を前向きに受け止めているとコメントした。一方、長崎の被爆者からは、長崎市訪問が実現しなかったことや、 謝罪の言葉もなく、2009年のプラハ演説から進歩がないどころか、包括的核実験禁止条約は今も批准せず、具体的な核廃絶に向けた提案なども示さなかったことについて、失望の声も見られた。カザフスタンのナザルバイフ大統領。ソビエト連邦時代に核実験が繰り返されたカザフスタンには120万人もの被爆者が存在する。 当時アメリカと対立していたロシアは、オバマの広島訪問を受けて、ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンの側近のセルゲーナ・ナルイシキン、国会議長が広島訪問を計画した。しかし日程が折り合わず、代わりに、ワレンチナ・マトビエンコ連邦委員議長が長崎を訪問した。長崎を訪れたマトビエンコは、機会ができたら、長崎を訪れたいというプーチンの意向を語った。 この他にも2016年にはカザフスタンのヌルスルタン、ナザルバイフ大統領やスイスのラファエルコンと、連邦議会議長が広島をドイツのノヨアヒムがウク大統領が長崎を訪れた。このように要人が相次いで訪れたのはオバマの広島訪問が影響を与えたとする見方がある。一般の外国人観光客も増加し、2016年上半期に広島県内で宿泊した。 外国人観光客は約44万人に上り、前年比34%増にも上った。これは同時期の日本平均と比べて2倍を超える増加率となっている。また、オバマが訪れた直後の平和記念資料館は前年と比べ来館者が倍増し、資料館への問い合わせも相次いだ。日本の中央政界では、 広島外相サミットとオバマの広島訪問を実現、成功させた岸田文雄外相に対する評価が高まり、次期首相の有力候補とみなされるようになった。ありがとうございます。